栃木はハイプレスからのショートカウンターを狙うプラス、このようにボールを持った時の遅行というのも一つ課題にはなってきます。さあここはワンタッチからチャンスだ、大崎かわして、大崎左足流し込んだ、大崎先制アウェーの栃木です。前半の13分、大崎今シーズン初ゴール。今最終ライン向くいからのパスが始まここから始まったんですけど、まあ、大黒と大崎との距離感、あとやっぱりその大崎を分かってたのか、あの大黒のファーストタッチが見事でしたね。受けてからの大崎も非常に落ち着いたフィニッシュでした。キーパーをうまくかわしました。前節からスタメンに起用。